こんばんは、さかりょうです。こちらは先日購入品紹介動画で出しましたが、呉竹の手作り封筒テンプレートの調形です。で、これを使ってちょっと今日はね、封筒を作ってみようと思います。で、このテンプレートで作れる封筒がですね、まず長径3号、これは A3 の紙で作れるということです。そして長径4号、これが A4 の紙で作れる。そして B5 で作れる L 版の写真が入る封筒、最後が A5 の紙で作れる名刺やメッセージカードなどが入れられるポチ袋ですね。この4種類の4サイズの封筒が作れます。はい。で、今日は、このポチ袋とそれから L 版の写真が入る封筒を作ってみようと思います。で、まずは紙、まず A5 の紙で作るポチ袋ですね。で、これはね、なんて読むかちょっとわからないんですけど、ペーパーコでいいのかな。ペーパーはペーパーですね、紙のペーパーに、-CO って書いてるサイトなんですけど、紙素材をダウンロードできるサイトでダウンロードして印刷しました。で、まずポチ袋はこの一番小さいこのサイズですね。ここを当てて、こっちかな、こっちだとでもここが入らないからやっぱりこっちですね。こう当てて、で線を引いていって、でそれに沿ってカットすればいいんだと思いますが、まあ、もしこの絵柄が何かこう真ん中に絵があったらね、ちょっと真ん中に当てた方がいいと思うんですけど、まあ、こういうちょっとマーブル状な、なんと言ったらいいんでしょうかね、そういう素材をダウンロードしたので、別にここ端っこ当てても問題はなさそうですよね。この端っこをね、利用してもいいかなって思ったんですが、ちょっと合わせてこちらもどちらかを合わせるか、やりにくいかな、かえってなるべく切りやすくってなるとこうかな。これでちょっとマステを貼って、ちょっと固定して、でなぞればいいんですよね。テンプレートに沿って鉛筆でなぞりますって書いてあるので、これに沿ってなぞる。私こういう封筒ではなくて、あのアイコンとかがテンプレートになってるやつ、今まで何度もというか何枚か買ってますけど、まあなぞるの下手くそなので、これもなんか大丈夫かなって気が。このやはりなぞるときになるべくこの、これはまあシャーペンですけど、垂直になるように当てないとダメですよね。分かってるんだけどなんか、はい、これで大丈夫かな。はい、じゃあよいしょ、これはちょっと置いといて、でこれで線に沿ってカットしていきます。で、ハサミで切った方がいいのかな、カッター、ハサミ、どっちがいいですかね。ハサミ下手くそなんだけどな。曲線があるからハサミの方がいいのかな、まあ、それか直線だけ先にカッターでカットして、曲線をハサミでもいいと思うんですけど、またこれ私こういうの苦手なんですよね、実は。
じゃあなんでテンプレート買ったかっていうと、ま、好きな紙で封筒を作りたいなって、作りたいなっていうか作る必要がこの前ありまして、ポチ袋をね、ちょっとね大変だったんですよ。このサイズを測って紙を切ってっていうのがね、なのでこのテンプレートがあったら楽かなと思って、これ別に、いや今あれって思ったのは、折り線を引くところはなかったですよね。折り線のところは特に溝はなかったから、折り線はなぞれなかった。切る前に折り線を引いてた方が良かったのかな。はい、でカットしました。これでいいのかな。折らないといけないので折り線、これで引けるかな。はい、これはあのカードエンベロープメーカーなんですけど、これも、まあ、封筒作れるんですね。これはでも洋封筒作るものなので、これちょうどのところに合わせれば線引けるかな。ちょっとやってみましょう。よいしょ。はい、これは、まあ、この溝にこのスコーラーを当てて、で線を引けるものなんですけど、ちょうどここなんだよね。ここ、はい、で線を引くときにいきなりグッてすると紙がぐしゃってなっちゃうので、浅くから何度かこう重ねる感じでやっていくと、まあ、こんな風に溝ができるので、まあ、折れますよという、はいそういうものです。これもここでいいのかな。若干ちょっと内側の気もしたけど、まあはい。でまあしっかり水が入った方が折るときに折りやすいですね。ちょっとねこれちょっと最初ずれちゃったんだよな。はい、折り方が折り方がちょっと失敗。はい、そしてこちら側はここなんだけど、ちょっとこっちかな、ここだよね。はい、でこちらも少しここかな、こことここ。はい、でちょっとやっぱりずれちゃった。折り筋を入れた意味、はい、もう少し深く入れればよかったのかな。はい、で折り筋をきちっとつけたいときはこのトーンヘラですね。これはその名の通りトーン、あのスクリーントーンとかでなんか使うのかな、私よくわからないんですけど、使い方は、本当の使い方はね。なので、漫画を描くための道具のところにコーナーに置いてありました、文具店のね。なんかちょっともうね、なんか折り目が
ずれてしまっています。あ、やっちゃった。はい、でこれは下がこれで上こうか。これはさ、どっち？どっちだっけ？こっちでいいのかな？こっち？どっち？これは上ってのは分かったんだけど、真ん中に来ればいいわけか。こうすると真ん中からずれちゃうから、こうですね。なるほど。はい、で、のり付けすればいいんだよね。はい、なんか簡単にいくかと思ったら意外と難しかったってやつ、ね、じゃあのりをこののりは幅は大丈夫かな、とやってみないと分からないけど、こう貼ってみて、はみ出してなければ大丈夫ですね。はい、で、こっち、なんかね、ずれてます。中心線がちょっと折り目のつけ方が下手だった。はい、まあでもなんとかポチ袋サイズの封筒が出来上がりました。先が思いやられるんだけど、もう一サイズ作りましょうかね。 B5 で作ろう。はい、で B5 はね、あの私のプリンター B5 はちょっと縁なし印刷ができなかったんですよ。用紙を全部埋めるってしてもどうしてもちょっと縁ができてしまって、これも先ほどと同じペーパー仕様っていうサイトでダウンロードした素材を印刷しました。あのなんだっけ、商用利用 OK っていうことだったので、はい、で次は今ここでしたので、次は こっちですね。これはサイズ的にはこっちでいいのかな。やっぱりちょっと切るのが大変だから、なるべくこの揃えられるところは揃えておきましょうかね。はい、でマステでちょっと固定をして、で、まあでも面白いですよね、これ。あの1枚のプレートをこんな風に、ちょっとねシャーペンの芯がうまく入ってくれない。あんまり出すと芯が折れちゃいそうで怖いんだけど、器用な方は多分こんなのなくてもさささって多分封筒作れると思うんですよ。で私は器用じゃないのでこういうのに頼るんですけど、ただ器用じゃないのでテンプレートの使い方が本当に下手すぎる。はい、かけた全部、なんかいまいちシャーペンの芯がうまく入らなかったところがありましたが、はい、なんとかできたので外して切ります。 L 版が入るサイズの封筒って持ってたかな、私持ってないかもしれない。結局あれか、あの
そういうサイズは多分洋封筒に入れるでしょうね。写真をもしそんな何かプリントして渡したりするときは。でももうなんか写真人にその紙の写真を渡すこともなかなかなくなりましたね。昔はね、例えば修学旅行の時とかはインスタントカメラとかを持って行ってて、まあ、写真撮って現像してで友達にねそのミニアルバムみたいなのもらうんですよね。現像したらそこに写真をこう入れていってで学校に持って行って友達に見せて、まあそのアルバムにね数字とかつけといて何番が欲しいとかって友達に聞いて焼き増ししてあげたりとかね。写真の現像サービスとかもスーパーとかでもやってましたよね。なんか私スーパーで働いてたことがあるんですけど、まあ研修でそのなんて言ったらいいんですかね、フロアレジとかあの品物を並べたりとかいう研修であった時にその写真の現像を受け付けるみたいなのもありましたね。はい、じゃあカットできました。ちょっとここが、まあ、これを避けて、そっか、これはちょっと失敗だね。あの端っこギリギリにしなければこの白いところを避けれたんだはい、ちょっとそれは今勉強になりました。ちょっとこっちに合わせようかな。いや、こうやっぱりこうかな。ちょっとなるべくこのライン、このライン、そっか、端っこに合わせなければ真ん中でカットすれば B5 縁なしじゃなくてもいけますね。そっか、ちょっと思い至らなかった。はい、そこら辺がね、なんか爪の甘さというかやってみないと、失敗しないと分かんないね。あの失敗する前に気づく人が多分大半だと思うんですけど、私なんかこういうのやっぱり一回やってみて失敗しないと気づかないみたいなところがありますね。なので、まあ、この動画を見てもしこのテンプレートをね購入した方がいらっしゃったら、あの私みたいにならないようにしてください。で、まあこの動画も自分のためにね置いておけば次作る時にそうここ気をつけなきゃってね。次作る時にまた自分の動画見ないと思い出せないのって。明日とか明後日作るんなら多分覚えてると思いますけど、これがまあもう2週間後 1ヶ月後とかってなるとまた忘れるかもしれないので、忘れるんかいって感じですがね。なんか、もうちょっと筋をつければよかった、あのもうちょっと深くすればよかったって今ちょっと反省。はい、で糊をこうですね。そうするとまあここはこの白い部分は隠れるからそれは良かった。
のり付けが内側になっちゃったな。どうかなこれ、うん、大丈夫そう。思ったよりこの下の部分のこの折り代が狭いと感じましたが、まあ、でもそれがバランス的にはいいんでしょうね。あ、そっか、私逆だったねやっぱりこっちを縁が出てしまった方を上にしないとここが中心に来ないんだ。そっかそっか、はい、それもまた勉強になりました。さっき確認したんじゃんねはい、この縁取りにばかり気を取られてしまいましたが、まあ今回のこれはここにねマステでも貼れば隠せるかなっていうことで、はい、できました。まずこっちはポチ袋のサイズですね。名刺やカードが入るサイズで、こちらが L 版の写真が入るサイズということで、はい、封筒テンプレート使って封筒作ってみました。はい、こちらですね。で、今このラインでポチ袋を作って、こっちでそのL 版が入るのを作りましたが、さらにこっちが、長径4号ですね。 B5 三つ折りが入る、あるいはまあチケットとかお札が入るサイズで、一番外側のこれが長径3号で、まあ、A4 の三つ折りが入る定型で大きいサイズですねが作れます。ここに一応郵便番号のなんかテンプレートあるけど、多分私これは絶対これ無理なような気がする。はい、ここにもね定規がついていますね。まあ、ただちょっとね硬くないので、まあ定規ってやっぱりこのぐらいの硬さがあった方が線はね引きやすいと思うんですが、まあ、多分紙をカットしたりする時のかな、もしその英語とかがない時にね、はい、じゃないかなと思います。はい、で線をじゃない、折り線を引くのにこのねカード&エンベロープメーカーを使いました。はい、何かとそんな毎日使うわけじゃないですけど、何かと使っていますこれね。であとはこっちには使わなかったけど、しっかり折りたい時にはこのトーンヘラですね。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。まあ、不器用ですがなんとか、はい、作れたので、自分の好きなデザインの袋を作りたいなって思う時にこのテンプレートを使っていきたいと思います。はい、チャンネル登録、高評価、コメント、いつも本当にありがとうございます。あと私はブログ、XQ、Twitter、Instagram、スレッズもやっています。概要欄にリンク貼っていますので、よろしければそちらにも遊びに来ていただけると嬉しいです。それではまた。